い、どうもかまちち TV のかまちちです。今回はね、この大量のバッタたち、全員この虫かごの中に入れて、一匹ずつ名前紹介してきます。で、このバッタなんですけど、キャンプ場、今日帰ってきたばっかなんですけど、キャンプ場で虫取り取ってた子と一緒に取ってきました。こんなにいっぱいです。で、こっちにもトカゲがいます。で、じゃあ早速開けていきます。はい、開けました。はい、では行きます。まず1匹目、これですね。見えますかね。これオンブバッタです。草むらの中にいて、緑色のところだと緑色です。意外とね、じゃあ、入れてきます。です。すみませんね、なんか。あ、ちょっと待ってください。その前にトノサマバッタいきます。はい、こちらトノサマバッタです。まあ、バッタ界の王様ですね。で、骨が、見えるかな？この透明で、そして映んなくてごめんなさい。ここのね、背中の部分がこういう模様だとトノサマバッタです。ほい、いきます。はい、次少量バッタですね。はい、少量バッタはなんかよく見かけますよね。オンブバッタと同じ感じで見つかります。で、少量バッタは飛ぶときにキチッチーと鳴くので、キチッチバッタとも言われてます。ちょっと滑舌が遅くて、なんか悪くてすみません。はい、あ、これオンブバッタだね。で、バッタ類はこの中入れてきます。よし、はい、ノーサンバッタです。またです。よし、じゃあこの中がちょっとバッタの匂いで超臭いです。この中嗅いでみると臭いです。実際に嗅いでみた方が早いですけど、皆さんこっち来れませんかね。とりあえず開けっぱなしにしとく。これ少量バッタですね。ちょっと画面があれなんですけど、映せない系のバッタのものです。まあ、瓦バッタとかは車バッタかな、間違えました、合いました。はい、飛ぶ時とかに線が入ってます。よし。で、ここら辺から、知ってる虫だったら飛ばします。こちらが僕の好きな、でーん、キリギリスです。キリギリスはね、鳴く虫の中でも結構肉食の方ですよね。ドーン。ピント合わない。じゃあ、キリギリスとかはこっちの方に入れます。よし、よし、入った。とにかく、あ、新しいの、こちらも新しいのです。はい、ちょっと逃げたけど、この背中の部分、これクロマバッタですね。背中の部分に模様が見えあるのが分かりますか。これがなんだっけ、あ、車バッタです。さっきも紹介しましたね。すみません。なんか、メスだったんで。中もほとんど車バッタです。車バッタとソノソノバッタが多かったです。ああ、すごいですね。量がえげつないです。あ、いいです。